제1제주인들의 제2의 고향 일본 오사카. 제1제주인 1세들의 아픔과 기쁨을 함께해온 사회복지가 고경예. 그는 확고한 역사의식과 정체성을 통해 동포들의 인권신장에 앞장서왔다. 今回このパネル展に訪問したのは一つはまあ当センターの雑誌を作ってますんで、それでやはり西宮でこのすごいひどいヘイト展示会がありましてね、それに対してあの市民の皆さんがあのやはりこう正しい歴史を伝えるということで、まあ、こういう企画をされたということで、 一つ応援も合わせて今日は訪問させていただきました。 차별과 학대에 노출되며 중노동에 시달려야 했던 1세 동포들. 제1교포들의 인권 문제는 그가 풀어야 할 숙제이자 후대로서의 숙명이었다. 혐한 시위와 발언들이 거세지는 요즘 그의 활동도 더욱 바빠졌다. このパネル展を 企画された目的とか趣旨ですね、そういったことをちょっと教えていただけたらと思うんですけど、そういう人たちが慰安日本軍慰安婦の問題であるとか、そういったことについて歪曲された歴史の展示を結構やっています。でああいうものは禁止ができないので、ヘイトスピーチと違って禁止ができないので、ではどうするんだっていうことがそもそもの始まりでした。 선대의 비극은 계속해서 후대에게 아픔으로 남는다. 역사는 그로하여금 끊임없이 배우고 움직이게 했다. 인권 문제는 교포들에게 계속되는 굴레기 때문이다. 僕たちは昔外国人登録で指紋を強制的に押さなきゃいけなかった時代がありまして、これも本当に大きな人権問題として問題となった事件です。 활동가들의 작은 노력들은 마침내 일본 사회의 인식을 변하게 했다. こういった問題をね、多くの人に知ってもらうことによって、やはりその解決する一つの方法だと思いますので、そういった意味でこのパネル展はね、非常に大きな役割を果たすと思います。 차별과 빈곤 속에서 고생해온 제1제주인 1세대. 이분들이 있기에 지금의 자신이 존재한다는 제1제주인 3세 사회복지가 고경이. 민족차별 없는 일본 사회를 꿈꾸며 오늘도 힘차게 한 발 한 발 내딛고 있다. 히라노 오나가 흐르는 이쿠노구. 이곳 제1한국인 고령자 지원센터 산보람에는 많은 제주 출신의 할머니들이 노후를 함께 보내고 있다. 僕たちずっと人権運動をする中で、若い人たちの就職問題とか、子どもたちの教育問題とか、そういったことが中心だったんですけども、やっぱり在日1世の人たちが年をね重ねていく中で、どうしても介護という問題が出てきまして、 その在日一世の民族的な特性に合ったサービスを提供できるようなものを作ろうということがきっかけとなって、で実際活動を始めたのが 1997年です。 ですから、来年で 20年になります。 9년째 산보람 이사장직을 맡고 있는 고경예. 하루 20여 명의 어르신들이 이용하는 이곳에서 어르신들의 듬직한 울타리가 되고 있다. 仕事というところではね、 優しさのところで厳しいところも持たないといけないんですが、そういったところはこちらの方でカバーするようにしてます。僕らが厳しくして、厳しくいうところは厳しく話の方はさせてもらうことにさせてもらってます。 산보람 2층 제1한국인들의 인권을 연구하는 인권센터가 자리한다. 고경일은 사무국장직을 맡고 있다. 이곳은 제1한국인의 인권 문제를 일본 사회에 알리는 강연과 세미나 등을 정기적으로 열고 잡지도 발행하고 있다. 사이というのは韓国語で間という意味で
で人と人との間をこうつなげると。ですからなかなかお互い知らないとね、やはりその差別したり喧嘩したりとするので、うん、お互いを知り合うための間になって一緒に仲良くなろうという意味がこのサイというね雑誌の名前に込められています。일본사회에서교육과취업등생활전반에걸쳐차별을받아야했던제일교포대그들의인권을연구하는활동가들의적극적인노력을통해일본사회가변화된점도많다반면또다른형태의차별과폭력이존재한다고그는말한다在日のその状況というのは昔に比べたら随分ね良くなったと思います。もう昔は国籍だけでもう国籍でダメよというのがもうどこでもありましたからね。で昨今の一番の問題はやはりヘイトスピーチ、もう街頭で平気で韓国帰れ、韓国人死ね、そういったことを平気で言う人たちがたくさんいている状況。昔過去はね隠れてやってたんですよね。今はもう堂々とやるようになった。そういった意味では非常に昨今の状況というのが実は以前よりも厳しくなってるんじゃないかなというように感じます。제1한국인후대들의정체성과일본사회의차별극복문제는절실했다그렇게해서어린이회가탄생했고고경일은대학졸업후인권운동단체에들어갔다제1외국인들의참정권요구와고령자복지에앞장선공로로사회복지상을수상한다私自身は大学生になるまでは日本の名前でずっともう日本の社会で日本の学校で生きてきたので、まあ、正直自分が韓国人だっていうことを意識する場面というのはほとんどなかったんですね。自分が韓国人だということはもう隠してですね今生きてきたんですけれども、まあ、大学生になった時にやっぱこうアイデンティティの問題とかにこうどうしてもこう目覚めていく中でその在日コリアンの人権問題を活動している日本人の友人に出会いまして、で、まあ、そこの出会いがきっかけで自分の在日だということをこうもっとこう意識して考えるようになりました。오사카이쿠노의구민센터오늘은산보람의특별한행사가있는날이다今日は10月の10日ですね。日本では体育の日ですね。いつも毎年この体育の日にサンボラムの運動会やってます。今年で13年目です。내년이면20주년을맞는산보람。흐르는세월만큼어르신들도점점쇠약해져가고있다。건강할때조금이라도더즐거운시간을함께할수있도록매년운동회를열고있다안녕하십니까이땡이날이었어요즐거웠어요감사합니다여러분들여러분들안녕하십니까말도글도모르고문화도전혀다른일본사회에서점점더고립돼가고있는제1제주인1세대인권센터에서주목한점이교포고령자들의복지문제였고그렇게해서산보람이탄생하게된다やっぱり僕ら基本的にやっぱりこう日本でねこう生活差別と貧困で苦労されてきたやっぱ腹ぼりたちがねをいかにこう喜んでもらうかというのがやっぱり一番大きな仕事やと思っているんで、そういった意味ではこうやってみんなで集まる場で一緒にワイワイ楽しくねやってくださっている姿を見ると、まあ、こちらもねやはりこう勇気をもらえるかなって思います。もう一つは、まあ、みんなで楽しくね一緒にこうなんか連帯意識とかね何か一緒にたくさん集まってまあ、サンボラムの一体感をこう作るためっていうかね一緒になって楽しむというのがね大きな目的です。おめでとうございます今日はよろしくお願いします。頑張ってください、ね、今日おにゃんにゃんかおよろしくお願いします。가난했던고향배움을포기해야만했던1세대학교를다녀보지못한어르신들을위해동심의추억을만들어드리고싶었다고경일이사장과스태프들이우스꽝스러운 복장에 특별 공연도 준비했다
参加者の肌ボディ、肌もりたちを楽しませるためにみんなでこうやって衣装をやってます。はい、ちょっと恥ずかしいですけど、チュルコボやん、チュルコボやん。산보람에서는어르신들을위해매년꽃구경바비큐파티어머니날행사등다양한이벤트를마련하고있다1년중가장큰행사가바로이운동이다はい、このように第13回サンボラムの大運動会を始めていきます。ご存知の通りサンボラムで理事長をやっております学園の番長高教授です。よろしくお願いします。할머니들의힘찬박수와함께운동회가시작된다동심으로돌아가신나는경기를펼치는어르신들같은민족이기때문에같은고향사람이라서더욱즐겁고행복한시간들이다サンボラムは本当に日本では珍しくて利用者さんが 100%コリアンの在日同胞の利用者さんたちです。で日本人の方がおられないんですね。 ですから同じ国の同じ故郷の特に大阪は韓国の最終とチェジュ島の方が非常に多いのでですからチェジュ島出身の方が非常にたくさん多くですね参加されてます。한국음식을먹고싶고우리말로말하고싶고우리민요로춤을추고노래하고싶은욕구들은제일한국인고령자의극히자연스러운현상이다하지만이것들을충족시켜줄수있는곳은많지않다산보람은고향의따스함을느낄수있는어르신들의유일한안식처다너무너무착하셨어뭐뭐부족한것이하나도없어너무잘했어오늘재밌었어요응오늘이제일너무빠르고재미있게의식적이죠딱잘잘놀았어모든것이다중간아닙니까예모든것이다여기오면웃음도나고집에혼자있으면웃음도안납니까그냥혼자드리빙만보다보면은그냥시간이다그냥지나가고예그렇게됩니다그냥저는매일그냥9시넘어서면여기올걸그냥기다리고있습니다출신에대한차별없이안심하고망향의그리움을달랠수있는곳고경일이사장이지향하는산보람의모습이다事故なく無事に終わったのでよくホッとしているところとやっぱ年々ねご家族様がたくさんね参加していただいててで最初は春森春森たちだけためのね運動会だったんですけど最近は本当に1世代2世代3世代もう4世代まで世代ごとの交流ができる運動会になれているのでそういった意味では大成功だったなというふうに思います。제1동포들의단체인민단사카이지부한국으로역사여행을떠나는일본인들이한일근현대사공부를위해이곳을찾았다なんだかやはり僕たち日本で生まれ育っているのでいわゆる自分のルーツのある国の歴史と私は韓国朝鮮ですけれどもそういった意味ではその自分自身を確認するルーツをこう確認するためにでなぜ僕たちが韓国人なのに日本で生まれて日本で育ってなぜ日本にいてるんだろうということをねやはりこう考える一つの、きっかけというか考えるためのツールとしてやはり韓国の歴史を学ぶということは非常に大切なことじゃないかなと思います。고경일이사장이강연자로나섰다그는대학시절한국역사와한일관계에대한공부를시작했고대학원에서한일근대사에대한논문을쓰기도했다そういう事件がありました1885年明孫皇后殺害事件その首謀者と言われているのがこの三浦五郎という人物です。この、建物の中にこの部屋がありましてここでその明孫皇后は殺されます。でちゃんとその跡が残ってます。ここで殺されましたと。
올바른 역사관은 제1교포들의 주체성과도 연결되는 중요한 문제임을 그는 잘 알고 있다. 그가 역사를 공부하고 알리는 이유이다. あくまでも客観的に、やはり歴史の問題ってもう様々な研究者がいて、で、実はある程度一定のその共通の認識ってできてるはずなんですよね。 ところが、やはりその都合よくこう解釈したりと、特に現代そういうのはひどいと思うんですけども。ですからそういうところに寄らずに、やはりこれまでのいろんなこう研究者があのこう求めてきた一つのこう一歩の流れというんですかね。そういうものに沿って客観的にやる必要があるのではないかなと、やりたいなというふうに思います。 고경일 이사장에게는 또 다른 교포단체의 얼굴이 있다. 바로 관서도민의 청년회다. 普段の日本社会で生活している中ではなかなか自分が韓国人であったりとか、チェジュの、チェジュの사람であってことっていうのは感じられないと思うんですけど、ここに来るとそういうことをこう確認できるっていうかね、そういった意味で非常に自分にとってはその大切な場になってるかなっていうふうに思います。 지난 여름 회원들과 바비큐 파티를 하며 즐거운 시간을 보내고 있는 고경일. 그는 2년간 청년회장직을 역임하며 열정으로 청년회를 이끌어왔다. 위남을 제전! 잘해요! 제주의 한 기업가의 기부로 건립된 제1제주인 애향관. 이곳에 관서도민의 청년회 사무실이 자리하고 있다. 35명의 회원이 활동하는 청년회는 공부 모임, 야유회, 타 단체와의 교류 시간을 갖는 한편 고향을 잊지 않기 위해 매년 모국을 방문하고 있다. 일본 사회에 同じ同胞のね、やっぱりつながりっていうのはなんか薄いので、 やっぱこの場に来て同じ同胞でこう知り合ったりするっていうことが一番大きいことだと思います。昔はやはり皆さんね、日本社会で苦労してきて、でやっぱこうお互い助け合ってきたっていう部分があるんですけどね、最近はやはりこう自分たちのルーツを確認するというか、まあそのための場として必要かなと思います。 지난 11월 제주대학교 도서기금 전달을 위해 제주를 방문한 고경일 형제. 일정을 마치고 잠시 시간을 내어 아버지의 고향 성산읍 수산리를 찾았다. 기본적으로 제주에 오는 것은 루트 찾기인데, 昔から僕たちのおじいちゃんおばあちゃんたちの時代から、自分たちの村が貧しい時に、 日本からね、いろんなものをお金を中心して持ってきて、少しでも村の発展に寄与してきたと、そういう歴史をちゃんと僕たちがね、知ることが自分のルーツを確認するにも大事かなというふうに思って。 40여 년의 세월을 묵묵히 지내온 비석. 한켠에서 조부의 이름을 발견한다. 그 옛날 일본의 수산리 출신 친목회는 수산초등학교 창설과 함께 마을 발전을 위해 많은 공헌을 해왔다. 이 자리에 서니 형제는 감회가 새롭다. やっぱり自分たちの할아버지とか아버지たちが韓国自分の村に対して貢献してきたことっていうのは知ることはやっぱ大事じゃないかなと思うけどね。 관서도민의 청년 회장을 맡고 있는 동생은 20년 만에 제주를 찾았다. 今回初めて兄に連れてきてもらいまして、でこういうふうに記念碑が残って、そしておじいちゃんの業績といいますか、やってきたことがすごく胸が熱くなり、でまあ自分のふるさとがね、こうやって、なんていうの小学校がちゃんと残っているっていうこと自体が嬉しく思っております。
고경일 형제는 인근의 증조부 산소도 찾았다. 자신들이 어디서 왔는지 그 해답을 찾을 수 있는 곳이다. 아, 고맙죠. 그 뭐 참 우리가 여기 사촌이 없어요. 그 이제 그 사촌들이 다 일본에 계시니까 또 이제 그 인연을 안 끊고 할아버지부터가 아마 그 잘 그 거기서 이제 그 고향을 돌아보려나 아마 한 것 같아요. 그래서 그 오면 고맙죠. 일본에서 나고 자란 제1교포 3, 4세 그리고 앞으로 태어나게 될 그 후대들. 국적은 바꿀 수 있어도 자신의 뿌리는 누구도 지울 수 없다고 그는 말한다. 日本でね生まれ育った在日3世4世、これから恐らく5世6世と生まれていくと思うんですね。で、僕がやっぱりやってる活動の中で日本社会にまだまだその差別というものがあって、でその差別は何を生むかというと自分のルーツであったりとかそういったものをやっぱり否定する。 네, 야, 소위가 일반, 약간 인간として, 아ってはならないことだと思うんですね. 自分の活動を通じて, そういった差別をなくしていくという活動と合わせて、やはり3世、4世、5世に対しては、やはり自分のルーツを大切にしてほしい。で、自分のルーツはやっぱ否定してほしくない。 이영만리 타양에서 힘들게 살아온 제일 제주인 1세 어르신들의 든든한 울타리이자 3, 4세들의 듬직한 맏형인 고경일. 할아버지와 아버지가 남겨준 제주와 오사카 두 고향을 위해 누구보다 열심히 살고 있다. 일본 사회의 당당한 일원으로 사회적 약자를 위해 발로 뛰는 실천가 고경일. 고향 제주는 언제나 그를 응원할 것이다.